今日もあなたと百姓天国、本日は2022年9月の24日。さあ快晴ですね。行楽日和ってやつですか。皆さんどこ行かれますかね。私をどっかに連れてってまあ忙しいのでね、遊びにかまけてる時間は我が農園にはないわけですけど、さあ何やってるかと言いますとね、刃物の透明マルチ、耐用熱マルチの白ですね、透明の方の今日が最後ですね。今日は刃物2本巻こうと思います。透明1本と黒マルチを1本ですね、の合計2本ですね。もう白菜とかキャベツとかブロッコリーがもうね、年内おそらくないだろうということですよね。なので刃物でも対応するしかないですね。刃物をとにかくたくさん作りましょうということで、いろんなね刃物を撒いて、それでセット野菜を組むしかありませんので、刃物に力を入れるということになるわけです、年内はね。まあ越冬する分はねまだ間に合うので、タアサイとかね、あとまあ大根人参はおそらく大丈夫ですから、キャベツ白菜がない分だけね、刃物と大根人参でセット野菜を組んでいくわけですね。芋類はね、じゃがいもは1年分ありますしね、さつまいももそこそこ取れてますし、あとは里芋も多分ね、もうそろそろ10月入ったらぼちぼち掘っていってね、10月11月ぐらいからですか。こちらはねあったかいのでね、里芋をね全部掘り上げて貯蔵穴ね、千葉時代のように1メーターぐらいの穴にね貯蔵しなくても、どうやらねこの三重県の人たちいろいろ来てから、去年から見てますけど、里芋はね順次掘りながら出荷していくだけで、要するにまあ霜が緩いんですよね。なので芋が傷まないということで楽でいいですね。なのでじゃがいも、里芋、さつまいも、この3つ、ヤーコンは全滅しましたので、来年ヤーコン頑張りますよね。もう一回ちょっとリベンジをしないと。こうやってね1年目やるとね、だいたい普通にできるものと、やっぱちょっとね一工夫二工夫いるものとがはっきり見えてきますからね。まあこういう風にやっていくと農業はやっぱり面白いですよね。全てがね完璧にはならないっていうのはね、それはそれでねやりがいがあるっていうことでね、まあそういう仕事をどのように捉えるかっていう話になってくるわけですけど、どうですか、人格形成にはねもってこいの仕事ですよ皆さんね。なんかよく分かりませんけど、どっか行って何か修行したいとかね、自分探しの旅をしたいとかね、若い人はそういう気持ちがあるとすればですね、農業やればいいんですわね。苦しみのたうち回りね、うまくいくことなんかほとんどないね、そういう仕事でございますのでですからね、これ以上のなんか修行はないんじゃないのと思ってますけどね、人生をかけた修行ですから、あとギャンブルとかね、ギャンブル済みな人どうですか。特にオーガニック農業ギャンブルですよね、一生懸命お金かけてやって、でできないんですから、こうやってねできませんから、なんていうんですか、健全なギャンブルですよ。あ、そうですね、オーガニック農業とは何ですか、健全なギャンブル、これいいですね。そう思いますね。環境に優しく健全で人を鍛えるギャンブルね、一か八かでもね多少は勉強もせんといかんしね。まあまあどうですか、いいですね、オーガニック農業というのは健全なギャンブルって、これちょっと見つけちゃいましたね私ね。これどんどん使ってきますかここにねほうれん草を撒いていきます。ほうれん草とまあ柿菜とかね、からし菜とかっていう書いてある野菜ですね。刃物ってね小松菜とか水菜とかほうれん草もそうですけど、一回取ったら終わりじゃないですか。でそういう野菜ももちろん、そういう刃物もね当然作るんですけど、我が農園のようにねセット野菜であれば、何回でも取れるものね、空心菜やつるむらさき
モロヘイヤ、ね、これ辺が代表ですけども、ずっとね畑に置いといて何回も取れるもの、これをたくさん作ることなんですね。セット野菜を一つ作るコツは。なのでほうれん草を巻きつつ、かき菜とかそういう野菜も同時に巻いていくわけですね。よいしょと。春菊はすごく綺麗ですよ、ね、やっぱり耐熱マルチの、ね、白はやっぱり除草がかなり効きます。これ完璧に効いてますね。これまだ1回もその除草とかね、なんか作りとかしてないです。だから耐熱マルチの白だと作りとかする必要がないですね。これ完璧にできてるでしょ、ね、これぐらいまでいけば、まあ、効果あるって感じですね。多分あと2週間もすれば、2週間来週ぐらいから、まあこうやってちょこちょこ手で取っていけば、他に野菜なければねサラダとしてねちょこちょこ手で切ってね出せる感じに、来週からも出せると思うので、今日はあったかいじゃないですか、またぐっと伸びると思いますので、春菊そんな病気にはならないと思うのでね、大丈夫かと思いますから。もうなんか野菜本当にないんでね、この辺のやつにちょっと期待して。でもこうやってまだヨトウムシがこう飛んでる、ヨトウがね、ヨトウが飛んでますからね。今日は一応ね、それ春菊防虫ネット張ってないですけど、今日一応念のためね、カキナとか油中巻きますので、一応防虫ネットはしようかなというふうに思っております。今日は本当にいい天気ね、そんな言うほど暑くもなく、だけど結構気温も高いですよね。よいしょ。さあこれからはね、まあ気温ちょっと高いですけど、10月入ったらね多分もっとぐっと寒くなると思うので、ちょっともう寒さに期待したいですよね。そうすると虫はね一気にぐっとね減りますので、まあ今年は本当にねえらい目に遭いましたんで。でやっぱり一つはね、ちょっとすぐには対応できませんけど、果樹ですよね。まあセット野菜、野菜ですけどね、やっぱり簡単にできる果樹をちょっとやっぱり今後ね、1年2年じゃ果樹できないんでね、ただ例えばレモンとか、あとそういう柑橘系の簡単なやつですね、柚子とかね、そういうこう、まあ柚子なんか作ってない、風呂に入れるぐらいですけどでも例えばレモンとかね、なんか何年かかけてね、まあせめてやっていいのはブルーベリーとかブラックベリーとかね、ハウスの中でちょっと作るとか、まあだから要するにこの8月9月がもう今後おそらくね野菜とかできない可能性がありますよね。となるとなんかそういう一年中取れる果樹というのがあるか知りませんけど、なんかそういうねこの秋口に出荷できる果樹っぽいものですよね。花梨とかああいうこう日本の伝統的なやつですよね。なんかそんなこじゃれた感じじゃなくていいので、我が乗る場合はね単品じゃないので、ちょっとだけでもねお客様に月に1回1個入ればいいので、果樹がね、まあ梨とかね桃とかそういうものじゃないので、ああいうものは素人では太刀打ちできませんから、何かしらねそういう果樹をちょっと研究してね、この地元にあるね三重県でたまになんかなってますね、カリンっていうやつかなんか分かりませんけど、プラムとかね僕も好きなんですけどね、プラムなんかできるんですかね。ちょっとだからそれでまあセット野菜なので野菜中心で果樹が1個入るとかね、であればまあいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。よいしょ。ね、結構綺麗でしょ、ね、こんだけあれば おそらくほうれん草はこれで発芽すればね、おそらくこれが取れてくるのが12月1月あたりで、2月ぐらいになればね、缶詰ほうれん草を巻きますので、缶詰ほうれん草はおそらく10月入ってから巻けば全然間に合うと思いますからね、まだまだ焦らなくてもいいので。今年は本当にね
20数年やってきた中でも本当に最悪の秋冬栽培ですけど、それでもね、まあこういう時のために20数年の蓄積というか経験というかね、それがあったと言っても過言ではないような気がしますね。そういう時にどういう手を打つのかね、それがすごく大事ですよね。野菜ってね、いろんなものがあるんですよね。一般には流通しない美味しい野菜って、そういうものもね、こういう時に切り札としてね、何か作って、例えば一つはね、オータムポエムとかね、花芽の美味しいやつですね。その種まきもまだ間に合うと思いますし、オータムポエポエって呼んでるんですけどね、よいしょ。よいしょ。ほうれん草今日巻いて、もう次が缶詰ですからね。今日巻くのは普通のほうれん草なんですけど、そうか、もう来週から10月ですもんね。はい、ということでこれでほうれん草巻きますか。皮膜をしなきゃいけないからな。よし、まあ人参もこれでおそらく除草はもう逃げられるかなって感じですね。なくていいかなって。1番手2番手3番手までがね、ほぼ完璧に仕上がってるので、今年はね、本当にちょっと人参少ないね、5本だけですから楽でございます。来年はやっぱりもうちょっと増やさないとダメですね。一番手のほうれん草がね、ちょっと発芽が揃わなくてね、よろしくないですよね。まあほうれん草はね、発芽が一つポイントなので、今日のまく種もね、2日3日水にドボンとつけてね、灌水してますけど、はい、今日巻くのは、はい、柿菜、わさび菜ね。本当はレッドマスタード巻きたかったんですけど、種がちょっと見当たらなくてね。柿菜、わさび菜ね。こっちが普通に、まあなんていうの、のらぼう菜とか、なんていうんです、こういうのね。僕は柿菜って呼んでるんですけど、あとこのわさび菜ですね、はい、これは何回でも、両方とも何回でもこうやって取れるやつですね。しかも、味が違う、こっちはちょっとピリッとしたやつでね、はい、こういうことで、こういう何回も取れる野菜をできるだけね、葉物をたくさん巻いていくということですね。これがほうれん草ですね。はい、よいしょ。でクリーンシーダー、よいしょ。よっこらせ、よっこらせ、よいしょ、よいしょ、よっこらさ。クリーンシーダーが重いんだ、これね、毎回思うんだけど。よいしょ。はあ、まあでも今日本当にいい天気だね。行楽日和。ね、よいしょ。
撮影ここまでしますよ。まあクリーンシーダー走るだけですからね、別に特に撮影しなくてもいいでしょう。ということで、はい、ほうれん草のね、もうこれは3番手ぐらいになりますかね、だいぶ秋冬の作付けも佳境に入ってきてましたね。9月の終わりね、いや大変です。まだ10月ね、10月末まではねちょっと頑張らなきゃいけないので、だいぶね9月終わりでいろんなこうなかなか悲劇的な状況に巻き込まれてますが、まあ頑張ってやるということでございます。はい、それではまた。